吉田さん、相談を受けるって得ですね。あの相談にまああのお答えすると喜んでいただけたりとか、それから信頼関係も深まって、まあすごくいいなと思いますし、その相談に答えるためにやっぱりね自分自身いろいろ考えるわけですよ。人生の悩み事って大むね自分一人 の文を答えればいいいと思いますし自分で分からなければ誰かに相談すればいいんですけども逆にですね自分の悩み事をほっといてでも他の人の悩み事を解決するために日々暮らしているとなんかね2つの効果があって自分の悩み事がちっぽけに思えてくるっていうかねそういうことがありますもう一つは人のの悩悩みみににに相談してていくとと自分の悩みにも答えるることになるんです,よ、ねまあ、ですんでほんと得だなと思います。 で私はこうやって自分でコミュニティ運営する中でああかったなっていうのがあの多くの人からご相談頂い,いて全員ではないですけども問題解決をした人が確かにいてで、えー、双方ね私と相談者さんの関係がずっと続けばいつかその人の悩みにも回答できる日が来るというふうなことが確信できることなんですよ。少なくとも私以外に相談するよりは 私に打ち明けてくれた方が私はいいんじゃないかなと思ってます他の人よりもお答えできることは多いと思うんですよもちろんそれが全てではないですけどね全てではないんですけどもご信頼いただいただけのことはフィードバックできると思いますおそらく吉田さんもそうだと思いますしねその中で最も得意なのが金を稼ぐってことこの悩みに対してはお答えできますとただやっぱりお金を稼ぐことが合う人と合わない人っているんですよね残念ながら 例えて言うとですね、あの、トラックドライバーとかに合ってる人も向いてる人もいるんですよ。でも、スポーツ選手に向いてる人もいれば、何か物事を整理する、デスクワークに向いてる人もいるんですよね。で、皮肉なのは、好きなことと向いてることが一致しない人が多いってことなんですよ。ですので、好きなことを仕事にしようと思うんじゃなくて、好きなことは好きなことでこっちを置いといて、多少苦手でも、仕事をコンプリートする、 そういうふうなことができれば仕事が本当は好きになれるんじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばねどんなに気に入らない仕事をしていても10年とかやったらそこそこの人脈もできるしそこそこの思い出もできるし悪いことばっかりじゃないなと思えると思うんですよね。で多少なりとも他の未経験の仕事よりは好きになってるんじゃないかなと思うんですよ。で嫌いなんだったら10年もやってないと思いますしね。 自分でなければできないそういうふうな美点を自然に見つけてるんでしょうねきっとねまあいろいろとねご相談いただく中でやっぱお金の悩みに答えるのが一番気持ちいいですね答えれるんでだからお金の悩みについて相談いただくと私も得意分野なんでスラスラといけるかなとその中でも、まあ、YouTube とかね FX に関してはパッパッパッと答えれるし他の人の追随を許さないぐらいにできるかなというふうに思いますね まあ相談事相談事っていうのはまさに相手に対してっていうことですよね。えー、相手に対してあの相談の層っていうのは顔っていう意味もあるらしいんでね人相とかね手相みたいな顔っていう意味もあるらしいんでその人の顔を思い浮かべてその人の顔をまあ曇り顔から笑顔にするっていうそういったなんか素敵な仕事でもあるかなと思ってますね。ゃ言っ,てらっしゃい